近似に黒鹿を描いたシュトルベルク家の紋章15世紀頃シュトルベルク家の紋章1742年シュトルベルク家は神聖ローマ帝国の帝国白家の一つ18世紀には売身化されてシュタンデスヘル身分となったシュトルベルク白家の起源については10以上の異なった学説があるがそのどれもが決定的な定説にはなっていないおそらく シュトルベルク家の祖家は、ハルツ山地の領主家門法オンシュタイン家だと考えられている。名字の地となったシュトルベルク城は、1945年のドイツの国境変更に伴う公葉徴収が実施されるまで一族の末裔が所有していた。文書においては、1210年にシュトルベルク博ハインリヒという名が初めて確認されるが、 この人物はそれより10年前の1200年には、ホークトシュテット博ハインリヒとして言及されている。おそらくシュトルベルク博家の最初の本拠がホークトシュテットであり、13世紀初頭にシュトルベルクに移されたことを反映していると考えられる。1429年に相続協定に基づき、ハルツ山地北部のベルニゲローで博領を相続したことにより、 シュトルベルク博家の影響力は大幅に増大した。1645年、シュトルベルク博家は、兄系である、シュトルベルク・ベルニゲローデ家と、弟系である、シュトルベルク・シュトルベルク家の2つに大きく枝分かれした。シュトルベルク・ベルニゲローデ家は、シュトルベルク・ゲーデルン家とシュトルベルク・シュバルツ家の2つの文家を出し、シュトルベルク・シュトルベルク家からも1706年に、シュトルベルク・ロスラ家が分かれた。 シュトルベルクゲーデルン家の当主は1742年、同族。18世紀、シュトルベルクベルニゲローデ家は、ブランデンブルクプロイセンに、シュトルベルクシュトルベルク家。1806年に新生ローマ帝国が崩壊すると、シュトルベルク諸家は、帝国博の地位を失い、最終的に、プロイセン王国の主ンデスヘルとなった。3つのシュトルベルク諸家の当主は、 1890年から1893年にかけてドイツ皇帝ウィルヘルム2世より皇の地位を授けられ、その長子もエルププリンツの称号を許された。1980年、シュトルベルク・シュトルベルク家の文家の人物がオランダの貴族に列せられたが、その際に皇家としての地位は承認されなかった。ありがとうございます。